皆さんどうもこんにちは、アプリゲーム情報局のシーサーです。はい、ということで今回なんですけど、2020年7月、今週リリースのねスマホゲームを皆さんにお伝えしていきたいと思います。もう7月ということでね、梅雨のシーズンなので天気は常に雨っていう状態だと思うんですけど、そうなると自宅にいること本当に多いんですよね。もう友達と外で遊ぶこともできないし、彼女とデートするにしても水族館か映画館、終わった後カフェ行ったりとかになっても、みんな考えること一緒で、どこ行っても混んでますよね。そうなるともうデートとかもしたくなくなって、もう自宅にいること多くなってると思います。もう私のモチベーションは常に雨降ってる。でもスマホゲーム業界は7月もしっかりと晴れてるんで、ということで今回は7月今週リリースのおすすめスマホゲームを皆さんにご紹介していきたいと思います。今回のこの紹介したゲームをプレイして、少しでも皆さんのね心が晴れになれたらなと思いますので、気分転換にぜひ皆さんねプレイしてみてください。ということで早速いきましょう。1つ目、デッドバイデイライトモバイル。ゲームのジャンルは非対称対戦型サバイバルホラーゲームになります。ゲームの世界観はプレイヤーが殺人鬼、キラーと生存者、サバイバーに分かれて対戦する多人数参加型サバイバルホラーゲームになります。ゲームの特徴は国内で大人気の荒野行動や第五人格など数々のヒット作を生み出してきたネットイースがアジア地域の運営を担当することになりました。こちらのゲームはすでにリリースされている第五人格の本家になります。2016年の誕生以来、これまで愛されてきた傑作のゲームがアプリゲームとして登場予定です。こちらのゲームは第五人格より過激なシーンが多いので、対象年齢18歳以上になります。基本プレイ無料になります。詳しくは説明欄をチェックしてみてください。2つ目、ブルーアーカイブ。ゲームのジャンルは日常で奇跡を見つける RPG となっています。ゲームの世界観はプレイヤーは先生となり、生徒たちを率いて都市内で起こる様々な事件を解決していく物語となっています。ゲームの特徴はアークナイツやエピックセブンを運営しているロースターの最新作 RPG になります。現在クローズベータテストが行われています。基本プレイは無料となっています。詳しくは説明欄をチェックしてみてください。3つ目、ドラゴンクエストタクト。ゲームのジャンルはタクティカル RPG になっています。ゲームの特徴は今回はドラクエは単性コマンドバトルを採用したタクティカル RPG となっています。マス目で区切られたマップ上が戦場で、 3D で描かれたモンスターを率いてド派手なバトルを繰り広げます。オートバトル機能を搭載で、速い、普通から選択してゲームの進行速度を変えることができます。各モンスターのおなじみの特技呪文も健在で、発動タイミングが鍵になります。倒したモンスターも仲間にでき、自分だけの最強パーティーを作ることができます。基本プレイ無料になります。詳しくは説明欄をチェックしてみてください。4つ目、テイルズ・オブ・クレストリア。ゲームのジャンルは愛しき仲間と出会う RPG となっています。ゲームの世界観はカナタ・ヒューガとその仲間たち合計6人の新キャラクターと歴代テイルズ・オブシリーズの英雄たちがクロスする完全新規の物語となっています。ゲームの特徴は綺麗な 3D モデルを用いた単性バトルとなっています。新規のキャラクターだけでなく、テイルズ・オブシリーズでおなじみのキャラクターたちも続々登場します。簡単タップ操作で大迫力のあるバトルが魅力的です。歴代シリーズとまた違ったサクサクド派手に気持ちいいを楽しみましょう。詳しくは説明欄をチェックしてみてください。5つ目、レッドプライドオブエデン。ゲームのジャンルがケモガール RPG というゲームとなってて、まあ RPG なんですけど、とにかくこちらのゲームの特徴としてはキャラクターが可愛いんです。もうキャラクターを見てください。ゲームのねストーリーがアニマルのいない大陸エデンのね話となってます。アニマルがいないということで、まあ、動物がいない世界なんですけど、人間の少女の中には特定の時期になると奇妙な能力に目覚める者がいるという話となってます。怪力を得た者や
魔法に目覚めたもの、動物の耳や爪が生えてくるものがいるといった話となっているので、現実ではね味わえれない異世界をね楽しむことができますので、ぜひね友達と一緒にプレイしてみてください。6つ目行く前に皆さんにチャンネル登録タイム取りたいと思います。僕のチャンネルでは新作スマホゲーム情報や最新の事前登録情報などを毎日紹介しています。いちいち Google で検索したりとか App Store、Play Store などで検索ランキングを見なくても、このチャンネルを見ればすぐに今人気の話題のスマホゲームを見つけることができます。さらに動画の説明欄をチェックしてもらうと、いち早くスマホゲームの情報を発信してますので、ぜひねチャンネル登録お願いします。6つ目、無限放置物語。ゲームのジャンルは RPG になります。ゲームの特徴は放置されるから強くなれるがキャッチコピーの美少女無限 RPG になっています。斬新な世界観で7つの異なる職業の冒険者になりきり戦い、成長し、宝を探し、各大陸を制覇する、闇の勢力を倒す旅に出る作品となっています。スキルデザインと豊富な装備システムにより手動でコツコツ育てていくことはもちろん、放置しても勝手に強くなります。オフライン状態でもバトルが可能で、ゲームにつきっきりにならなくても大丈夫となっています。こちらのゲームは基本プレイ無料となります。詳しくは説明欄をチェックしてみてください。7つ目、タイタンウォーズ。ゲームのジャンルは対戦型 3D アクションゲームとなっています。ゲームの特徴は本作は5対5の陣営に分かれて戦うタワーディフェンス型の 3D アクションゲームとなっています。基本ルールは2陣営に分かれて互いの拠点の破壊を目指す MOBA 形式のバトルとなっています。自分のロボは頭や胴体、腕、武装などを自由にカスタマイズすることができます。戦略性の高いバトルを楽しむことができます。ロボ好きの人にはたまらないゲームとなっていますので、ぜひプレイしてみてください。こちらのゲームは基本プレイ無料となっています。詳しくは説明欄をチェックしてみてください。8つ目、パレット、パレード、リパレード。ゲームのジャンルはテキストアドベンチャーになります。ゲームの特徴は好評配信中のアプリパレットパレードの世界観を深く掘り下げたマルチエンディングストーリーとなっています。エンディングはバディごと4つに分かれています。もしものストーリーを存分に味わうことができます。ゲームの始まりでは4人の芸術家のキャラクターたちが搭載されています。ゲームが進むにつれて様々な芸術家たちが追加されていきます。こちらのゲームは基本プレイ無料となっています。詳しくは説明欄をチェックしてみてください。9つ目、カルディアファンタジー。ゲームのジャンルが異世界ファンタジー魔物姫育成 RPG となってます。海外ですでに配信されているスマホゲームがついに日本でもリリースされるということになります。こちらのゲームは出てくるキャラクターがとにかくねみんな可愛いです。魔物姫っていうね名前にもかかわらず、とにかく魔物姫が可愛いんですよね。はい、ぜひね可愛い魔物姫育ててみてください。10個目、ステラクロニクル。ジャンルがスライドコマンドバトル RPG となってます。2次元3次元の間 2.5 次元のマップで世界を冒険するゲームとなってます。こちらのゲームの特徴としてはスキルが、ね、100種類搭載されているので、すごくバトルが注目されているゲームとなってます。で、友達と一緒になんとこちらのゲーム動物の森と同じく自分の町に友達を呼んだり、あとは DIY で自由に自分の部屋を作ることができます。ぜひね友達と遊んでみてください。はい、ということで今回なんですけど、7月今週おすすめのスマホゲーム10選を紹介しました。もしよかったら皆さんのおすすめスマホゲームをコメント欄で教えてください。少しでも多くの方にスマホゲームを知ってほしいので、動画の高評価よろしくお願いいたします。これ以外にも毎日最新のスマホゲームや事前登録情報などを発信してますので、スマホゲームが好きな方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。新作スマホゲーム情報を関連動画で上がってますので、ぜひねこちらの動画もチェックしてみてください。またですね、毎日新作のスマホゲーム情報、事前登録情報をお伝えしますので、もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ぜひねスマホゲーム好きな方はぜひ小さなチャンネルも今後ともよろしくお願いします。